パナソニックのグローバルテレビの商品企画を担当している岩城博之と言います。基本的に私たちは、忠実画質再現ということを極めてますけど、やっぱり一番重要なのは数字で競争するのではなくて、お客さんが感じてくれる驚きと体験、これをどういうふうに伝えられるかということの一つ の切り口と手段としてですね、高画質化とか忠実再現をやってます。ソリューションとして忠実に作り手が映画のダイレクターが作ったものをお客さんに届けるという意味で、何が忠実なのか、その辺を我々の B2C の商品に落とし込むという意味では、やはりこのハリウッドがないとですね、実際の映画を作っている方の声も聞けないし、そういう意味では非常に我々がこれも何十年もやってきた関係性の中では、目に見えない部分で非常に大きな技術の差別化になっているので、最後はお客さんが見た時の感動度合いというところに結びつきますけれども、なくてはならない我々の画質を見極める、忠実画質を見極め、ハリウッドの意見を吸い上げるためには重要な拠点になっています。今年のトレンドは公式域、色の再現性を高める公式域と、あとはHDR というハイダイナミックレンジの明るさをぐっと持ち上げたこのトレンド、それから薄型のデザイン、この3つが今年の大きなトレンドではないかと思います。何十年も我々が過去からやってたプラズマでやってた公式機パネルを最高に忠実に色再現を実現するという、この我々の独自の技術ですね、これを最新のパネルに結びつけてるんで、見た時の臨場感という色の再現性とかですね、コントラスト感、黒、それ含めてお客さんが感じる映像の驚きというのは、多分どのメーカーさんよりも完成度の高いものになっていると思います。エンターテインメントのコンテンツの方が HDR をどんどん増やしていくという大きな流れ、その HDR の規格に対応する部分と、我々が持っている画質の信号復元技術っていう、独特な技術を組み合わせて HDR という、より皆さんが人間の目で見てですね、感じる世界をディスプレイの中でも表現すると、これは過去のテレビの歴史で誰も成し得なかったことに対して、そういうコンテンツが出てくるのを、我々の技術とディスプレイのコンビネーションで映像の中にリアルに人間の目で見た世界を再現するという意味では、非常に前向きに実現したいと思っています。過去からやってグラス&メタルっていうキーワード、ガラスの質感、それからメタルの質感、この辺もさらにですね、インテリアの中に調和して溶け込むような感じで、新たなの材料質感も開発しながらですね、我々のテレビというのは、テレビですけれども、お客様の住空間を邪魔しなくて溶け込んでいくと、こういう自然な世界観を我々のテレビのデザインで実現しようというふうに考えてデザインを作っております。一つにですね、Firefox OS っていうのはオープンプラットフォームなんで誰でも入ってこれると、あとはグローバルスタンダード規格としての HTML5 を使っているということで、他の言語を使うよりもはるかにですね、いろんな人がいろんなアプリケーションを提供してくれるのを我々のプラットフォームで再現するだけだということで、もう一つは開発のですね、縛りがないということで、ストレートにお客さんに向いて年々ですね、お客さんの楽しみが増える、そういうプラットフォームの環境に大きく今回振ったというのが、Firefox OS を使う一番の理由でした。我々の Firefox というのはオープンなプラットフォームなんで、そこに我々の独自性を何個でも乗っけていけると、その独自性を乗っける部分が多分お客さんにとってのベネフィットということになります。家庭内にテレビっていうのは我々としてはやはり非常に重要なディスプレイ映像物だと思ってますんで、この家庭内の映像音声文化っていうものをですね、テレビとインターネットとかいう世界観を全部包含してリーンバックしながら、簡単にお家の中で楽しんでいただける、常に新たな感動をお届けできるような、そういう映像の商品を作りたい、これは我々が目指すところで、今年も進化させますし、来年以降も進化させていきたいと思います。